投稿赤コーナークッパー8小節4本です。 DJT Ready Fight陽気なクソみてえな無駄技使わなくても戦える相手と暴れて嬉しいぜ。クッパー始めようぜ最高のバトル。今年の埼玉すぐも危険も天狗もいねえ。さっきもねえそんな状況分かってるやつは分かれ。俺が勝って分かるやつは勝ってる。埼玉集まったヤバいやつそれだけ出るの出ないの手書き大丈夫俺が持って帰る前で安心させるぜ。ラッツグラブガスだけじゃ裏付け大事さ表裏関係なく下巻くパラダイス怒るたらいまん埼玉登場。クーパー持ち味発揮できてる俺はどうか分からない。常に手探りで生きてるそれは33年間今も変わらない。少子化になった調査いつも不安不安しくったら終わり。一度の勝負フリースタイルそれは変わらない。だからお前とこうやってたんだけど不安不安不安みんな同じだからいかに一心不乱。バイク握ってぶっ飛んだやから関係なくバイク僕超えたかだか鼻高々天狗ならば落ちゃう。2016クッパが食っちゃう。気をつけな気をつけなビート上に気をつけちゃねばなばなやつ天狗になったことなんかいいかもないぜ。お前は天狗になったかそれか俺に長い鼻が見えるか。そんなわけねえだろ俺もお前と間違いなく同じ目線でイーブ。この戦い超いい気分わかる。そうやって向こうのセブンイレブン一緒に乾杯しきょうぜ。イーブンイーブンもうこんな季節楽しい今日も楽しんでイーブン。どこまでも行っても転がすシーンだ湧いてくグッドイーター。気をつけてくれ気をつけてくれ何度も言うぜ気をつけてくれ。やっちまう ST 昔からプロパクトたちのではガッドサンボルラップ MC のバトルだから向こうを見てパフォーマンス。それも正解かもしれない。でも気づいてくれ俺はお前の目しか見てラップしてないぜ。さあ次のパスだけはお前の言葉ここにしっかりと届けてくれよ。そしたら今日の勝ちが決まる。俺も認める価値当たる。あそこで他のバトルならメトメトかってやりたい。でもここは埼玉レジェンドチャンプになったやつみんなの次を一緒って動くんだ。だから負けられない。1対1も大事でもこちらの1票が大事。まずはそこから孤独なことはしねえ。隠れは散って消えるだけ。いいよやばいと思います。先攻青コーナー八文字高校赤コーナークッパまずはクッパ陪審でリンチャージ赤勝者クッパ